江戸時代であれば顧客名簿代表一昔前やらメールマガジンそれが今の時代だったら何かというとこれが LINE アップのリスト売上っていうのは今や LINE から上がっているそういう時代になっているよ 皆さんこんこにちは、代表の北野です今回はですね実践 SNS 業界ナンバーワンが教える LINE×SNS で月賞30万50万100万と安定して売り上げていくための3ステップについいてて今回はお届けしていきますこの内容は高知・コーチコンサイル、セラピストをされている方から、まあ、お教室業、まあ、カウンセラービジネスをされている方コンテンツ販売もしくは店舗ビジネスをされている方から市業の方までね応用できる汎用性の高い内容となっておりますので楽しみにしていてください。 あなたが稼げない本当の理由これ皆さん知ってますかそれはリストの重要性を知らないからということにつきますこのリストの重要性というのは簡単に言うと自分の商品を買ってくれる来店してくれる可能性のあるお客さんもどれだけたくさん集めることができるのかということです、まあ、当たり前ですけども自分の商品に興味があるお客様を10人しか集められない人と毎月1000人集められる人だったらどっちの方が売上が大きくなりますかって言ったらそれは自分に商品に興味がある見込みのお客様を1000人集められる人の方がそれは売上も 上がるわけですよねで有名な話で江戸時代ののの商人の話っていうのがあります、まあ、これはね昔江戸時代の商人っていうのは家が火事になった時にあのもう手がいっぱいだともう何か一つ持ってしか逃げられないってなった時に目の前にあるタンス預金の1,000万円っていうお金を捨ててでも顧客名簿代帳だけ持って逃げたっていうぐらいこの見込み客リストえ自分の商品を買ってくれる可能性のある見込みのお客様の連絡先これが 今も昔もずっと需要であり続けているというわけなんですねそれが江戸時代であれば顧客名簿代帳、一昔もだったらメールマガジンそれが今の時代だったら何かというとこれが LINE です LINE アットのリスト 具体的に何で LINE アットにお客さん集めていけばいいのかということなんですけどこれが結論 SNS LINE でににお友達を集めていいくととうことになります実際ねこちらデータでも出てると思うんですけど LINE の今の、ね、国内ユーザー数って今8100万人以上を超えているわけですねの労力など問わずもう皆さん未婚のお客様はもうほぼ全員 LINE を使ってると言っても過言ではないぐらいの普及率ですただねそうは言ってもいやメルマガの方がいいんじゃないですかっていう方も中にいらっしゃるかもしれないです、ね、ませ、あ、んもちろんねメルマガも今すぐやめるというわけではないけどもやはりこちらのデータでも出ている通り 率ってていうののもです、ね、3から5、まあ、よくて10なので送ったとしてもほぼ見られていない、さらには送ったとしてもスパム扱いになったり迷惑メール放題に入れられたりしますとこういうデメリットっていうのが大きいわけです。一方、LINE であればです、ね、もうブロックさえない限り100%届くということでしっかりとお客さんに見てもらえるコミュニケーションツールなので LINE アットでまずは見込みのお客様を集めていくこれが皆さんがまずやるべき最先端のやり方になります。で最後に、ね、これを皆ささん覚えておいてください 売り上げっていうのは今や LINE から上がっているそういう時代になっております。ということで今回ね LINE×SNS で我々が月商3000万円を売り上げているその秘密についてですね詳しくは動画下のボタンから LINE で登録していただきましてそちらの方で,です、ね、最新の情報であったりとか詳しいノウハウというのをです、ね、お投稿しておりますのでぜひねこちらチェックしていただければなというふうに思います。